奥寺、木村と日本にもサッカーのプロ選手が誕生したこの年、読売にも武田信弘、菊池新吉、三浦康俊ら将来のサッカー界を担う新しい戦力が入団した。特に19歳のストライカー武田信弘は開幕戦から出場、天才的な得点感覚で次々とゴールを重ね、チームを勝利に導いていった。また武田ですね。リーグ終盤の山場、古川戦では起死回生の同点ゴールを決めた武田、結局全試合に出場、11得点をマークし、新人王と最優秀選手の2冠を獲得した。